速蛇女に櫓を壊されちまった。うん、特にイムちゃんの気合がすごかったよ。悔しいけど圧倒されちゃった。あたいたちもうかうかしてられないよ。さっさとこの世界から脱出して妖魔をぶっ飛ばしてやんないとね。うん、イコロがどうした？なんか気になることでもあるのか？ええ、サユリ様がこの世界に私たちを呼び寄せた真意について考えていたんです。ばっちゃんの真意？この世界に私たちを閉じ込めて忍びの盆踊りを通して忍び学生同士を戦わせる。なぜサユリ様はそんなことを？まだそんなこと気にしているのか？そんなの分かりきってるじゃねえか。あたいたちの中で誰が一番強いかを確かめたいのさ。それならそれで納得できるのですが、ではなぜこの世界にわざわざ呼び寄せたのでしょうか？言われてみればそうだね。ホムラちゃんやユミちゃんと力比べするなら現実の世界でもできるし。本当にそうか？え？ギリギリの真剣勝負、勝った方が負けた方の命を取る。そんな戦いがあいつらとできるか？そうですね、私はヨミさんの命を取ることはできないかもしれません。ヒバリもだよ。ハルカさんを殺すなんて考えられない。俺たちはあいつらと親しくなりすぎた。いい意味でも悪い意味でも。確かにな。ただあんな妖魔を見せられたら本気でやるしかない。俺たちの世界が壊されるのをこんなところで指をくわえて見ているわけにはいかないからな。私たちを真剣に戦わせて鍛えるための舞台、それが忍びの盆踊りでありサユリ様の真意なのでしょうか？おそらくな。サユリは俺たちから馴れ合いの空気を一掃したいのだろう。でもそれっておかしいと思う。どうして？それはホムラちゃんたちと戦えばわかるよ。お、アスカ、いい顔してるじゃないか。その気合あたいも乗ったぜ。行くぞみんな。あいつら相手に小難しい作戦はなしだ。正面から突っ込んで全力をぶつけようぜ。カツラギ、毎週のぜ。どっからでもかかってこい。ほらよ、これでどうだ。100連戦突破、みなぎるいくぜ。忍び転身。まだ終わらねえ。100連戦突破、まだ終わらねえ。まだ終わらねえ。300連戦突破、チェット、振り飛ばし、振り飛ばし、まだ終わらねえ。オラチェスト、まだ終わらねえ。チェスト、余裕だぜ。シャッ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 チェスト、シャッ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 。
んで起き上がれってんだ。おら、シュッシュッ、おら、まだ終わらねえ。シュッシュッ、まだ終わらねえ。シュッシュッシュッ、おら、シュッ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 、これで終わらせてやる。しゃー、とんでもないスピンだろ。まだ終わらねえ。止め、チェスト、まだ終わらねえ。止め、チェスト、止め。舞い順じる、ミス尋常に舞い散る。これで終わらせてやる。どんどん終わらせてやる。これで終わらせてやる。どんどん終わらせてやる。ちゅうことや。いやいや、そうじゃないんだって。お前たちが強いから、あたいたちは負けないように必死になる。それでいつも以上の力が出せるんだ。だいたいさ、日陰との戦いだって勝ったり負けたりじゃん。勝敗はその日の体調と運次第。今日は勝ったけど、明日は負けるかもしれない。だからあたいは何度でもお前と戦いたいんだ。なんだよ。いや、ええこと言うな思って。バカなこと言うなよ。照れるだろ。こうなったら仕方ない。照れ隠しにみんなのおっぱいを揉ませてもらうぜ。なんでそうなるんや。いいじゃんか、いいじゃんか。減るもんじゃないし、むしろ大きくなるかもしれないぜ。いただきます。わー、 やめてください、カツラギさん。やれやれ、結局こうなるのか。でもセクハラはともかくとして、カツネーの言っていることは正しいと思う。だってヨーマンが攻めてくるんでしょ。それなのにこんなところで戦って代表を決めるなんておかしいよ。ヨーマと戦うなら、ホムラちゃんたち、ユミちゃんたち、ミヤビちゃんたち全員で協力して戦った方がいいと思う。私はそれを慣れ合いとは思わない。だって私たちは戦うごとに一緒に強くなっていく最強の友達だから。それにもし忍びとしての任務でホムラちゃんと命の取り合いをしなきゃならなくなったら、私はやるよ。忍びとしての覚悟はできてる。なるほど、覚悟の問題ということか。
アスカは揺るぎがないな。さすがは俺たちのリーダーだ。そんな、私はリーダーなんて器じゃないよ。いや、お前のまっすぐな気持ちは俺たちの道しるべとなる。その思いをこれからもみんなにぶつけてくれ。うん、でもみんなだけじゃない、ばっちゃんにもぶつけてみるよ、私の気持ち。こんなもんかな。力がみなぎってくるぜ。この技、いい感じじゃないか。